ファイナルファンタジー7の前日譚を描いたクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン。主人公は英雄を夢見るソルジャーザックス。ソルジャーのセフィロスや一般兵のクラウドと共に兵士の失踪事件に巻き込まれていく。夢と誇りを胸に戦い続けるザックスに待ち受ける運命とは。そして本作の発売日が12月13日に決定。